うわこんにちは。今回はこちら、ダン、ライソンのマルチサンドメーカーを使ってホットサンドを作っていきます。中身はこんな感じ。この機械があって、プレート、こんな感じで、ワッフルとドーナツも作れます。今回はホットサンドを作っていきます。3つのレシピを紹介していきます。それではやっていきましょう。はい、まずは1つ目のメニュー、朝食に合いそうなホットサンドを作っていきます。材料はこんな感じ。マヨネーズ、キャベツ、ベーコン、ピー、あ、なんやこれ、パプリカ、トマトとチーズを使って作っていきます。じゃあ早速やっていきます。まずはキャベツを千切り、ドーン。次はこれ、トマト、トマトを切るのは人生で初めてでございます。こうかな、トマト切ります。あれ、ちょっとこう、あ、こんな感じかな。うわー、次はパプリカ、ほっ、食パンの呼吸、パンの耳、八枚切り、はぁ、あ、いや違うな。てな感じで、パンの厚みなんですけど、私は8枚切りをおすすめします。っていうのも、6枚切りだと分厚いかなっていうのと、10枚切りだとちょっと薄すぎるかなっていうので、8枚切りがちょうどいいです。切り終わりました。じゃん。じゃあこれを早速ホットサンドで焼いていきます。このホットサンド、まずはコンセントを挿したら、スイッチも押さずに電源オンです。ここが今緑のランプが光ってるんですけど、これが消えれば準備 OK です。ここですね、見えますか、この緑のランプです。じゃあ早速やっていくんですけど、まずは軽く油つけときましょうか。まずはパーン、パンパパーン、熱。次にキャベツ、ほっ、キャベツをできるだけ端っこには、熱っ熱い、熱いですね。トマトいきましょうか。こうかな。で、次はこっち側にパプリカ、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 よし。ベーコン、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 熱い。次はチーズ、もう一丁チーズ、熱い熱い熱い。で、ラストに、あー、ケチャップ、ちょっとでいいかな、ケチャップは。うわ、見栄え悪、よし。ここはさっと吹いて、最後にパーン、パーン、パーン、よっしゃ。じゃあこれで3分待ちます。ほほは、はよいしょ、開けます。うわー、うまそう。一応これ外すときはフォークとかナイフとかは使わないでください。プレート炒めることがあるので、こうやって、うわ、木のヘラとかを使って外していきます。はっ、あった、はっ、いきます。さこ、熱い、あー、はじー、はーじー、熱い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 、どうやって切ろう、ほっほっ、ひゅー、じゃじゃーん。こっちはパプリカ、ほっ、うわー、こんな感じ。ちょっと外れちゃったかな。じゃじゃーん、多分具を入れすぎたかな、はみ出てるんで、もうちょっと具少なくてもいいかもしれません。いただきます。うまっ、あ、うまっ、うめぇ、うまっ、最高だな、これは。ぜひ朝ごはんに、よし。じゃあ次、焼肉チーズマヨレタス、あ、キャベツ、キャベツでいきます。次のやつは晩ごはんにもいいのかなと思います。じゃあ早速やっていきます。さっきのを掃除してから火つけましょうか。まあこんな横着せんでも、これ実は簡単にプレートが外れます。ちょっと洗っちゃいます。こんな感じで、次の具材をやるときは一回洗った方がいいですね。お肉焼いていきましょうか。あ、肉、肉、肉焼けた。材料はこんな感じ。お肉、キャベツ、チーズ、マヨ、よし。で、まずはさっきと同様、耳を切ったパン。もう一個、さっき結構はみ出ちゃったんで、耳ありでも。やってみます。まずは、さっき焼いたお肉、ドゥーン。これ、わかりますかね？緑のやつ。これは、ニンニクの芽らしいです。スーパーで買った時についてきたんで、一応入れときます。次に、キャベツ、キャベツ、ドゥン。ほんで、ここに、マヨー、開いてん。あ、開いてんわ。サラピンのマヨのあるあるですね。気を取り直して、マヨー、マヨーで、最後にチーズをそっそっ、パーン、パーン、パーン、
あ、違う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 、ギュッと締めて閉じる。この感じ、耳をつけちゃうとはみ出しちゃうこともあるのかな。まあもっと上手に入れるかもしれませんが、こういうことにもなっちゃうので、パンの耳を切った方がいいのかもしれません。じゃあそのまま3分待ちます。ほっほっほっ、はぁ、あ、うぅぅ、やだー、オープン。うわー、はみ出まくり。あー、あかんわ。うわー、やばい、ちょっとタイム。こっちは耳がある分あんまりはみ出てないですけど、問題はこいつですね。やっぱこの大量に入れるときは耳があっても、あたたたた、いいのかな。こいつからいきますね。はぁ、オープン。お肉、こんにちは、お肉、キャベツ、マヨ、チーズ、完成。あかん、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 うまっ。ちょっとチーズが喉に突っ込んできました。あ、もうかんまい、これうまっ。ただやっぱ耳なしにしちゃうとちょっと溢れ返ってます。うまっ。はい、最後は3時のおやつに向けてのマシュマロチョコレート、じゃん、ホットサンドマシュマロチョコを作っていきます。そしたらまずはパーン、パンパパン、チョコをちょこっと、ほっほっとほっ、熱っ。僕がこないだやった時は板チョコ半分使ったんですけど、それじゃちょこっとチョコが足らんかった感じがしたんで、今回は板チョコ丸々1個使っていきます。ここでくんのがマシュマロー。マシュマロー、こんな感じで、よし、食パンマンパン、ギュッと押さえてパチッとなるまで。じゃあこれでもう一回3分待ちます。ほっほっ、まだか、ああ、オープン。うわー、いざ完成です。いただきます。うん、ま、あー、マシュマロがある。で、マシュマロがもっとビヨーンってなるんかなと思ったら、多分数が少なかったのか溶け切ったのか。うん、うまい。こんな感じ。うまい。はい、ということで今回はこちら、ライソンのマルチサンドメーカーを使ってホットサンドを作りました。今後もライソンの商品を使って楽しみ方や使い方を紹介していきたいと思います。もしよかったらこんな商品使ってほしいとかがあれば、ぜひコメント欄に書いていってください。今回使った商品に関しましては概要欄に詳細を載せておきます。ちょっとでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではライソン。